はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さんスーパーに行って鶏肉を買うときは何かこだわりとかありますか？若鶏、地鶏、銘柄鶏など売り場にはいろいろな鶏肉が陳列されています。今日はそんな鶏肉の違いを詳しく見てみます。それでは早速やっていきましょう。今日はスーパーで気になる鶏肉が売られていたので買ってきました。それがこちらの2つです。一見するとどちらも鶏肉ですが、よく見ると価格に大きな差があります。画面向かって左側の鶏肉は量が少ないのに値段が高く、右側の鶏肉は量が多いのに値段が安いです。この違いは何かというと、画面向かって右側はスーパーなどで若鶏の名称で売られているブロイラーと呼ばれる食肉用に改良された商業用雑種の鶏肉の総称です。品種改良がされ短期間で大きく育つように工夫がされています。だいたいひよこが生まれてから出荷までに50日程度で3キロくらいで出荷されます。スーパーで売られている時にはブロイラーとは呼ばず若鶏の名称で売られていることがほとんどです。なんとなくブロイラーより若鶏と呼んだ方が美味しそうに聞こえますよね。出荷が早く肉質が柔らかいのが特徴です。比較的値段が安く一番売られている鶏肉です。今回のもので 100g 126円です。左の鶏肉は名古屋コーチンという地鶏です。鶏の種類に詳しくない人でも一度は耳にしたことある名前だと思います。地鶏とはスマホを片手にカメラを内側に向けて、はいチーズのことではありません。地鶏とは日本の在来種の鶏の血が半分以上入っていて、飼育方法、飼育期間などが日本農林規格によって定められている鶏のことを言います。現在日本で認められている在来種は38種で、これは明治時代までに国内に土着した鶏です。日本で有名な地鶏だと今回の名古屋コーチン、あとは比内地鶏が有名です。飼育期間が若鶏に比べて長く、75日以上と定められています。比内地鶏は120日程度とより長い期間飼育されてます。飼育密度もブロイラーに比べて広く、ゆったりと育てられるので、よく運動をして歯ごたえのある肉質に育ちます。値段は若鶏に比べると高くなります。今回のもので 100g 630円です。ちょっとした牛肉よりも高いですね。今回用意はしていませんが、同じ鶏肉で他に銘柄鶏と呼ばれる鶏肉があります。こちらはなんとなく銘柄とつくと珍しそうですが、ブロイラーと同様の肉用種です。若鶏と違うのは飼育方法に工夫がされていて、餌を独自のものを与えたり、飼育期間を長くしたり、生産者ごとに美味しくなる差別化をしてます。普段聞き慣れないと銘柄鶏と地鶏とどう違うのかも分かりにくいですよね。名前だけ聞くと銘柄鶏の方が高そうにも聞こえます。価格は若鶏より若干高いくらいで比較的お手頃です。映像だとちょっと色の違いが分かりにくいのですが、実際に目で見ると地鶏の方が肉質に赤みがあります。その他で大きな違いは見た目からは分かりにくいです。色の違いが大きな特徴です。それではそれぞれカットします。まずは名古屋コーチンです。身が締まっていて適度にみずみずしさがあります。次は若鶏です。こちらの方がみずみずしい感じがあります。言い換えれば水っぽいですかね。カットしたらお皿に盛り付けます。向かって左が名古屋コーチン、右が若鶏です。同じ部分をカットしましたが、こうやって見てみると色の違いが分かりやすいですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは名古屋コーチンです。次は若鶏を乗せます。今回特に味付けはしてません。焼き鳥屋に行けば安いお店なら1本100円くらいで食べられます。こだわった地鶏を使うお店だと1本数百円します。食材の値段が全然違うことを考えると当たり前ですよね。それでは焼けたので、まずは名古屋コーチンから食べてみます。もも肉なんですが、いつも食べている鶏肉に比べて弾力が強く肉質が締まってます。でも硬いとはまた違っていて、歯切れはよく食べやすく、噛んでいるとコクがあります。特に皮の脂の旨味を強く感じます。シンプルに塩でいいかもしれません。次は若鶏です。いつものもも肉なのでこれも十分美味しいです。ただ先ほどの名古屋コーチンと比べるとかなり肉質は柔らかいです。柔らかい肉を好む人からするといくら高級でも名古屋コーチンの食感が苦手な人もいそうですね。毎日食べるとなると割高ですが、たまには牛肉の代わりに奮発してこういった地鶏を買ってみるのも
食の幅が広がっていいかもしれません。昔の日本では牛や豚より鶏肉の方が値段が高かったなんて信じられませんが、今こうして安く鶏肉が食べられるのもブロイラーなどの品種改良が進んだおかげですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。地鶏と若鶏の違いいかがでしたか？皆さん好きな鶏の品種とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区 JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店もオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。